外のこと、外という以外に海と呼んでもいいことを高尾が知ったのはほんの一年ばかり前だった。しかし高尾はいまだに外という言葉と海という言葉の使い分けができないでいる。外が海や空や海と空の間の空間を包含した概念であることはどうにかわかるのだが、実際どういう場合に外といい、どんな時に海と呼べばいいかがわからないのである。家の周囲に広がり、家の床下の長い長い根田塚を浸しているそのものが海であるならば、海と水との区別がなくなるのだ。無論その水は塩分を含んだ水だから飲み水とは異なっている。しかし大人たちはその水のことを飲み水と区別する場合に海水とは呼ばず外水と称しているのである。Thank you.
高尾が初めて茜に会ったのはほんの半年ほど前の柱送りの時だった。夜空を見上げると、それが晴れて星の出ている夜なら月も出ていることがある。その月は円に近い形をしている時もあり、楕円形の時もあり、ナマコのようにブヨブヨと細長い時もあり、腕を人手のように放射状に伸ばしている時もある。高尾は父に尋ねたことがあった。月はなぜあんなに形が変わるのだい？月は一つの大きな星ではないそうな。父はそう言った。月は幾万幾億という数の岩や石の集まりだそうな。その岩や石は小は数百トン、大は数億トンもあるさ。それらは互いの引力でそれぞれの間にある距離の感覚を保ちながら空を漂っています。
その夜、暴風雨がやってきた。